皆さんこんにちは、ヘルニアです。今回ですけども、イギリス領マラヤこと、おおむねマレーシアをプレイしていきます。マレーシアの特徴を軽く説明していきますと、まずサラット研究枠が3本。イギリス同様レーダーの初期型まで、すでに研究完了済みという、傀儡国とは思えないほどに、研究が優遇されています。逆にインドやオーストラリアなんかは2枠だったと思うから、デバフもない分、内政は他の自治領より楽かもしれません。ただ汎用の一番きついレベルの傀儡ですので、建てた工場、主に軍需工場は、イギリスに引っこ抜かれてしまいます。加えて初期の工場は民需1個で、軍需が1個もないので、歩兵装備すら作れません。最初から工場なし、工場建ててもぶん取られるマラヤ君ですが、それを補うのが、このバカみたいにある資源。特にゴムとタングステンは、自国じゃ使い切れないだけあるほか、地味にある鉄、石油、アルミも、兵器生産面では助かることになります。要はクロム以外なら、少量とはいえ揃っている、資源国家というわけなんですが、本日はそのマレーシアを使いまして、支配国のイギリス、及び攻めてくる日本を倒していこうと思います。なお、アシカ内戦による独立をしますので、輸送艦研究は、忘れずに取っておきましょう。政治的な努力で政治力を手に入れ、アシの先導家を雇いましたら、次は造船所がもらえる、海軍への注力を取得しましょう。普通の汎用国家、特にスウェーデンとかですと、海軍への注力と、内戦によって国家が一時的に2つ誕生することを用いて、最大6個の造船所を、短期間で増やす小技があります。海岸に面する州が2つ以上ある国は、ぜひともその小技を使って、少しでも航洋力差を埋めたいところですが、マラヤではそうもいきません。まずマラヤで内戦を起こしたら、察しはつくと思いますが、マレー半島側と、ボルネオ島側で争うことになります。そしてマレーシアには、初期の海軍がありませんので、あらかじめ造船所で潜水艦でも作ってないと、内戦を終わらせるのに手間取るというお話です。ということで造船所をもらったら、生産コストの安い、潜水艦でも作っておきましょう。その後の NF の取得順序は、お好みで構いませんが、今回は造船所を増やせなかった代わりに、軍需工場を増やしていきたいので、産業ルートを進めていきます。いくらゴムが売れて民需が実質的に増えるとはいえ、工業力の低い国は、一から工場を建てるのは苦労しますからね。増やせるところできっちり増やして、歩兵装備の生産量を上げていこうと思います。安定度を下げ終わり、潜水艦も作り終えたので、マレーシアは可視化して、いざ内戦開始。海軍の新司令官なども、もちろんいるはずがないので、漁村の村長でも引っこ抜いて、海軍を率いてもらいましょう。内戦開始からしばらくの間は、事前に師団を全て消してあるため、相手に軍はいません。そのため上陸で阻まれることもなく、楽々港湾を確保完了です。あとはもう一つの都市に奪取し、内戦を終わらせるだけですが、先に行った軍需工場を増やしてから内戦を終わらせたいので、気持ちゆっくりめに進軍していきます。あとは内戦中にも正当化は可能ですので、マラヤのお隣、オランダ領東インドに正当化しといてください。内戦が終結した後は、オランダ領東インドの支配者である、オランダを倒すため、数日国に参加しましょう。輸送に時間がかかることもあるので、新兵でいいから6個くらいドイツに送っておくと良いと思います。ただマラヤの初期テンプレは、歩兵3大隊のヘナチョコ師団、初期の中核囚人口も3メガしかいませんので、対オランダ戦は、基本ドンパチしない方向で倒していきます。オランダ領東インドへの正当化が完了。こちらの準備も整っているので、オランダ領東インドに宣戦布告します。これ編集中に気がついたけど、先にシャム行ってから、インドネシアでもよかったかなと、少し後悔する俺。まあ今更録画の結果は変わらないので、パパッとオランダに上陸してしまいましょう。この時期のオランダは、徴兵数がめちゃくちゃ低い上に、現在ボルネオで、インドネシアとマレーシアが接していることもあり、大部分のオランダ軍は出払っているようです。ですので初手オランダは、他国以上に簡単に上陸成功。このままパッとアムステルダムやロッテルダムを落としたいところですが、本命が上陸するまでは、少し待たないといけません。ということで別で用意していた、2個の上陸師団を、オランダ領東インドの首都バタビアに上陸させます。敵の VP を踏んでしまえば、もう待つ必要はないので、くたばる寸前で生かしといた、オランダ軍にとどめを刺し、講和会議に2国とも引っ張り出してきます。要はインドネシアを、傀儡ではなく併合したかったため、わざわざ土地を踏ませたということですね。ってなわけでインドネシアはマレーシアが全併合。オランダや残ったカリブ周辺の土地は、プレイヤーのお好みでいいんですが、今回は数軸と争うつもりはないので、オランダは傀儡で残してあげました。国境の綺麗さ優先。
これにより条件を満たしまして、正解国家の再建、マジャパクト帝国を再建します。インドネシアの領土が、これで中核州化されたため、中核州人口は65メガと、おおよそ日本と同じくらいに、無論インドネシアのゴムやアルミ、石油も無駄なく活かせます。ファシ化したことで、ゴムやタングステンはドイツらが死ぬほど買ってくれるので、これから一気に工業力は伸びていくことでしょう。その後は日本に駐在武官を送って、陸軍経験値を集めたり、イギリスに乗るための戦闘機、すっかり忘れていたと急いで研究したり、マラヤで訓練して、輸送する時間がないから、空挺はオランダ人にやってもらおうと、頑張って用意しているうちに、もう1939年の7月、工業力は開始段階で、たった1のマレーシア軍でしたが、貿易による民需獲得、併合したインドネシア、傀儡にしたオランダの工業力を吸収し、今では50を、初期の大国並みの工業力となっています。ただ問題が一つないでもなく、マレーシアはヨーロッパで戦うにせよ、アジアにせよ北米にせよ、ほぼ確実に輸送船を挟んだ補給をすることになります。その補給を護衛する駆逐艦を、ある程度は生産できますが、日英米には遠く及ばないため、できれば通商破壊等で、補給が死ぬ前に、手っ取り早く連合戦は終わらせたいものです。1939年11月、史実より少し遅れて、ドイツがポーランド侵攻開始。もちろんこの戦争に、マラヤも加わっていくとするよ。さてマラヤが貢献度を稼ぐためにも、あまりチンタラはしてられないと、ベネルク数回前にベルギーへ侵攻開始。20幅の歩兵と騎兵、24個師団ずつしかいないけど、まあなんとかなるだろうと、ベルギーに進んでいきます。ただ敵の航空支援と、都市部のベルギー軍が固かったこともあり、突破はしたものの、ギリギリでパリにフランス軍に入られ、少々面倒なことに。貢献度的には、人的被害が多い方が都合がいいので、いつも以上に積極的攻勢をしつつ、ブレストまで行ったし、さあもう一踏ん張りだというところで、フランス軍、イタリアに申し出されて降伏、なんかすごい領土配分になってますが、これで残る敵はイギリスのみですね。しかしその前に、マジャパヒトのお小遣い稼ぎと行きましょうか。イギリスを落とせば傀儡にできるインドと違って、自治領は敵師団を殲滅するなり敵の領土を踏むなりして、講和会議に引っ張り出さないと土地を分取れません。自国の貢献度のためにも、オーストラリアの土地を適当に踏み荒らして、得意の貢献度に迫っていきます。なんかオランダに上陸されていますが、その分イギリス本土の師団が減っているということなので、無視して予定通り空挺上陸開始。沿岸に防衛師団はいなかったようですが、イギリス AI 軍は、ノルトロンドンに師団を即沸かせてきますので、ロンドンにいる奴に移動妨害攻撃、同時にドーバーなどの軍港を確保するため、空挺師団を広げていきます。その後増援がブリテン島に上陸し、主に騎兵師団が前線を伸ばすため、西へ北へと攻勢開始。その足の速さもありまして、ロンドン周辺をぐるっと取り囲む、包囲をすることに成功。北側にはそこまで師団もいないので、あとはロンドンをすりつぶし、敵の少ないスコットランドを地ならしするだけですね。ところで騎兵を輸送するってなると、かなりの輸送能力が必要そうになるけど、その辺どう成立させているのだろうか。あ、なおオーストラリア軍は年を落とす必要ないので、補給地獄で死んでもいいから突撃させております。肥やしになっていただきましょうぐへへへへ。まあそんな勇敢な兵士たちの努力もあり、イギリスが陥落して、連合国との講和会議に、どうやら毒医療法とも請求していないということは、ギリギリ第一請求国になれたようですね。それじゃあ遠慮なく、鬱陶しいニューギニアや周辺の島国、インドやオーストラリアなど、欲しかったところを獲得しましょうか。講和会議の結果としては、おおむね三国で連合領土を切り分ける形になりました。フランス北部やポーランドなどはドイツ、地味にオランダにベルギー沿岸部を与えて、やたらちっちゃくあるフランスの小国は、イタリアの傀儡です。そのイタリアはアフリカの大部分と、スコットランド方面を併合。マラヤは欧州ではイギリスとノルウェーを傀儡化し、インドとオーストラリアも傀儡化。英仏やラリアが持っていた、インドから太平洋までの島、あとタングステンの枠ビルマは、直接併合した形になります。さてイギリスを倒したので、残るは宣戦布告してくるであろう、日本のみになりましたね。しかし1942年5月、すでに独ソ戦は始まり、日本もフィリピンに宣戦布告して、対米戦を行っているんですが、相手は宣戦布告してきません。考えてもみたら日独位の三国間で、独立保障してるから、日本がこちらに殴り込むことも、こちらが正当化したシャムに殴り込むことも、
できないのではと思い、マラヤは数日国から離脱。なおドイツのオランダ宣戦布告権は、おそらく期限切れとかで消滅しております。てなわけで、日本の NF により大東亜加盟した、シャム国に宣戦布告。その後陣営なしっていうのも格好つかないため、名前から2秒で思いついた、新陣営マジャパジャヒジャパを設立。単語の意味は僕もわかりません。シャムは中華統一戦線の力も借り、超あっけなく終わったんですが、政界権はそう簡単につかめそうもありません。主力同士でぶつかったら、間違いなく負けるのは見えているので、ここは海軍攻撃して、日本の海軍を減らしていきましょう。ロイヤルネイビーやオランダやノルウェー海軍も来てるから、まあなんとかつかめるでしょう。戦争の貢献度を見て、いやー、これだと日本の領土はほぼ分取れないだろうなと思っている間に、台湾にマジャパスト軍は上陸。続いて沖縄にもあっさり上陸しまして、日本本土に上陸する、最低限の準備が完了。航空基地など、インフラを強化した後、長崎に上陸していきますかね。なんか海に、環境問題になりそうなプラスチックゴミどもが浮いてますが、そんな奴らは無視して、長崎港に上陸成功。対日本用に用意した、特殊40派閥兵士団12個などを、増援に送っていきます。3型の軽戦車と中戦車を3大隊ずつ組み込んだ騎兵は、日本の歩兵など全く寄せ付けず、あっという間に大阪へ、実質パンター戦車みたいなもんですから、日本が止められるわけがありません。最後、日本軍は必死に東京に立てこもりましたが、こちらの戦車部隊にはかなわず、首都東京が陥落、同時に大日本帝国は降伏して、講和会議になりました。結果的に得られた領土は、本州と四国の日本領土だけでしたが、とりあえず目標にしていた、イギリスと日本の撃退に成功。今回はおつまみ感覚で、さらっと遊んだだけでしたが、マラヤのファシルートは、傀儡国の中でもかなり強い方なので、ぜひとも遊んでみてはいかがでしょうか。アメリカ君、ドイツに喧嘩売るつもりはないよと見つつ、独ソ戦中の世界ですが、今回のプレイはここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録、あとマジャパジャヒジャパって何か、教えてくれると幸いです。